こちらの彫刻刀を使ってこのリンゴにハロウィンの模様を描いていきたいと思います。まあ、ハロウィンの模様とは何ぞやって感じだと思うんですけど、あのハロウィンでねよく見るパンプキンのお顔あるじゃないですか。そのお顔をパンプキンじゃなくてリンゴに描いていきたいと思います。まあ、なぜリンゴかと言いますと、あの私たち福島県のね斉藤農園さんとかにお邪魔させていただきまして、めちゃめちゃ美味しいリンゴをたくさんいただいたんですよ。なのでそのね美味しいリンゴをお猿さんたちにもあげたいんですけど、ただあげるだけじゃつまらないからね、こうやってあのハロウィンの模様を描いていこうと思います。ハロウィンの模様ね、食用のペンとかあったらそれがいいんですけど、今ね用意がないので私がなんつうの、ハンズフリーっていうのかな、あの違う、ハンドフリーっていうのか、ハンズフリーはね、まだハンドフリーで頑張ってね描いていきたいと思います。オーソドックスなね、目が三角、あー食べない目が三角形で口がギザギザしてるね、あのよく見るハロウィンのねかぼちゃちゃんたちを、かぼちゃちゃんだってパンプキンをね頑張って彫っていきたいと思います。それではいざ出陣。ベベーン。はい、ということでめいちゃんも参加してハロウィンアポを作っていきたいと思います。いやね、最初にちょっとハロウィンっぽくね三角形の目とかかなと思ってたんだけど、めいちゃんがちょっと絵柄を描くということなので描いてもらって、それに合わせて私がねこの彫刻刀ちょっと作るからめっちゃ怖いんですけど、頑張って彫っていきたいと思います。それではめいちゃん描いていきましょう。はい、リンゴを描くでしょ、うん、リンゴ描いて、大きいリンゴでもいい、いいよ、大きく描いて。じゃあじゃん、舐めた今かわいい。じゃあこれめいちゃんが描いてくれたリンゴの絵柄にしようかな。食べ物だと思って、舐めない。じゃあ私はこっちでちょっとねハンドフリーでちょっとあの描いていこうかなと思います。こうやってピッ、できた、描けた。うん、だけど顔はまだ、顔描いて。早いよ。じゃちょっとめいちゃんの方のリンゴやろうかな。さっきにっこり笑顔のリンゴ、うん、にっこり大好き。めいちゃん大好きなのか。うん、もう一回見して、これめいちゃん描いてくれたので撮っていきます。ニコちゃんマークみたいなリンゴだね。お腹空いてたまらないみたい。お腹空いてないよ、食べたらこれ。そう、こんな感じ、にっこり。うん、そうだよ、こんな感じ、こんな感じかな。それでこういう口、にっこりみたいな口、にっこりから座っててね、ひさきちゃんに邪魔しないでね。あれはめちゃくちゃ危ないやつだ。そうだよ、めちゃくちゃ危ないんだよこれね。全部あの残さずお猿さんにあげていきたいと思います。めいちゃんどうよ。わー、かわいい。かわいくなった。よしよし、ひさきちゃんって絵描くの上手だね。ありがとう、嬉しいね。わー今頭触ってた、めいちゃんと同じぐらいかな、うん、同じぐらい。ここの皮とかもね、あの残さず食べるので、お猿さんたちね、あの食べ物で遊んでると思わないでくださいね。何やってるのこれ、毛づくろ。かわいい。めいちゃんの絵を元にして、できた。早いな、めっちゃ早いな、めいちゃん。ちょっと食べてる、かわいい、食べてる。ちょ危ないのよ、あなた。こっち側です。見せた？ウィンク、うん、ウィンクしてる方ね。ウィンクです。いや、めいちゃん、めいちゃんじゃねえ、つくし座って。じゃあ、そう、もちしちゃう、めいちゃんつっちゃう。どうよ、いい感じじゃない？うん、いい感じ、いい感じ。もうちょっと掘っていきます。中空洞まではね、ちょっとできないけど。よし、いいんじゃん。どう？かわいい。いい感じ？うん、気に入ってくれるかな、みんな。どうだろうね。めいちゃんが描いてくれた2個完成しました。イエーイ、まだ色変わっちゃった。みさきちゃん、ごめん。色落ちです。これ黄色がいい。黄色がいい？私の髪の毛？目の前のがいい。金な、それ。黄色じゃないな。金だな。口どんなだったっけな、ジャックオーランタン。
顔ライターって絶対この顔じゃないんだけど、こんな顔だっけ。めっちゃ記憶で作ってる。いや違かったらコメント欄に違うよって書いてください。わかんない、多分こんな。さあこれね、お猿さんたちにあげてどんな反応をするのかちょっと楽しみですね。お猿さん意外とね形が変わると食べないんですよね、このお猿さんですね。だからどういう反応するのかちょっと楽しみですね。絶対違う、絶対違うとか言いながら作り続けてるあたり、ね、こんな感じ。ジャックオーランタンってどうでしょう、いかがでしょう皆さん。ジャックオーランタンアップルバージョンでございます。こんな感じですか。よし、まあわかんないけどいいでしょう。ということでこっちに2つめいちゃんがね書いてくれました。りんごちゃんたちはねお猿さんたちにあげていきたいと思います。まあ、パッて見せた時の第一印象というかその反応をね伺っていきたいと思います。セーターハルとつくしとこっちゃんであげていきたいと思います。私はなんか食い気味ですね。よしよし、あげていきましょう。はい、じゃあねさっきお猿さんたちに切ったジャックオーランタンたちをねあげていきたいと思います。女の子の方先にあげていきましょう。まあめいちゃんのねデザインしてくれたリンゴを2つ持ってきました。ちょっと丸1個あげると夕飯に響くので丸1個ちょっとあげないで半分にしていきたいと思います。じゃあねはるちゃんにこっちあげようかな。こっちこれウィンクしてる方ね。はる、普通に食べるね。全然ちょっと思ってたんと意外だわ。でこっちね、あのニコちゃんマークの方つくしに、あこっちにも開けてますよちゃんと。こっちゃんねカメラとか向けちゃうとね撮ってくれないのでね。よかったね。あらはるちゃん近いよ。はい、ということでせいちゃんの方にもねあげていきたいと思います。せいちゃんねちょっと色が変わってきちゃったけど、ジャックオーランタン色変わってくるとちょっとぽいな、あげてみたいと思います。はい、せいちゃんどうぞ。もう片面普通のリンゴだから平気で食べるのかなね。えよいしょよいしょ、普通に食べるね。みんな普通に食べます。形違ったらあんまり食べない印象だったけど普通に食べたね。めちゃめちゃ意外だった。はい、ということで掘ってねお猿さんたちにもあげてみました。皆さんも楽しんでいただけたら嬉しいと思います。それではこの動画がね皆さん面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の配信じゃねえやまた次回の動画でお会いしましょう。バイ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 。ツアー連れていけないけど西武遊園地行きたいな。座っててね西武遊園地